はい、今回の動画はエクスプローラーのちょっとした小技でファイルの中身を素早くチェックする方法をご紹介したいと思います。で、例えばですけども、フォルダーの中にファイルが、たくさんあってですね、そのファイル名だけでは、自分の開きたいファイルがちょっとわからなくなってしまったといった時に、今回ね、ちょっとこちらの動画ではファイル2つなので、2つぐらいのファイルであればね、1個1個ね開いて中身を確認すればいいと思うんですけども、何十個とかね、たくさんのファイルがある場合はですね、それだとね、すごく時間がかかってしまいますんで、このエクスプローラーの技でですね、素早くですね、このファイルの中身を確認することができます。それでは早速やってみたいと思うんですけども、その中身を確認したいファイルをね、マウスのクリックとかで選択をしてもらった状態で、キーボードのオルトキーを押しながらアルファベットの P を押してください。はい、そうするとこのエクスプローラーのね、この右側のところにね、この今ね選択したこのファイルの中身がね表示されますんで、ここでですね、こういった形で中身を確認をすることができますんで、続けて次のファイルを選択をして、またオルト P という形でですね、一個一個ねファイルを開いていくよりはかなりね早くですね、中身を確認をすることができますんで、ちょっとしたことではあるとは思うんですけども、このファイルの中身をですね確認するオルト P というショートカットキーですね、覚えておいてもらえると便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。